それは必然だったから、あなたがここを訪ねることが。この世に偶然なんてないから、この世にあるのは必然だけ。それがあなたの望みね。あなたの願い叶えましょう。名前。綿貫君広。やっぱり人じゃなかったじゃねえかよ。選んだだけだ。優勝した時の矢だ。これ記念にやるよ。またね。